ゲーテレストランへようこそ。あ、上層部のリップ、いや、あそこはレストランの支店よ。数百年前で、その夢はやがて叶い、夢を叶えるためにどオレグさんからはよく、ねね、どうする？やっと一休みできそうだね。今度こそ無事に朝を迎えられますよ。あのオレグっておじさん、誠実そうな人だったよね。二人はどう思った？へえ、まるで炭鉱みたいに話すん。俺は関係がないだろ。俺の思うに警戒は怠らない方がいい。うん、炭鉱の言う通りだね。ならば今夜の見張りを決めるとしよう。見張り？そんな前時代。わあ、急に。わかった。私にやらせて。ブローニャ、オレグさんとの話は終わった？大丈夫。でも話がうまく噛み合わなくて、一度に大量の情報が頭に流れ込んできたから今夜は眠れそうにないの。信頼してないわけじゃないけど、ブローニャを一人にするのが心配で。確かにその可能性はあると思う。もし誰かがカカリア様を止めていて、心配しないで。遅延のオレグは身の。あの子を失ってしまった。私の願望も貴様らが言う計画も何の意味がある？黙りなさい。私の娘だったのに、たった一人の魂のない貴様らに何がわかる？永遠にわからないわ、永遠に。またあの声が聞こえる。もう眠れそうにない。散歩にでも行くか。
そこにいるのは誰？なんだ、あなただったの。次はあなたも眠れないの？私も同じ。自分ではどうにも、今は誰もいないし、この機会にもし性格を見つけることができたら確実にカンパを止められる。そんなに自信あるんだ。本当はあなたたちの言葉をそう簡単に信じられそうに、カカリア様の命令こそ、つまりあなたたちを捕らえ、きっとあなたたちの中に何かを見てしまったんだと思う。何があったのかはわからないし、急に態度を変えた理由も不明。でも命令は命令、軍人は命令を疑ってはい。弁解の余地をくれるんだ。これまで上層部の兵士たちが前線で何人も、カカリア様は全てのシルバーメインを前線に移動させた。上と下を往来する道を封鎖し、まさかシルバーメインを失った下層部がこれほどまでに苛烈な環境になるなんて。でも私ではあの方の考えを変えることができないの。過去に進言もしたけど、私と一緒に守護者様を説得する気？考えれば考えるほど迷走してしまう。進むべき道が分からなくなるの。あなたの言う通りかもしれない。私もねえ、散歩に付き合ってくれる？仮装？こうやって歩くのはいつぶりだろう。まさか知り合って間もない人と慣れない街を歩くことになるなんて。ここは静かすぎて少し落ち着かない。周りが静かだと頭の中の騒音が大きい。大工区の流浪者たちが罪のない採掘者たちを襲ったのもきっとやむを得ず仕方のないことだったんだと思う。ただ理由はどうあれ、悪事に手を染めたことは事実。こんな複雑に絡み合った状況の中で秩序を守る者はどう公正と条理の天秤を守れば。手持ちの物資はどれくらい持ちそう？今のはゼーレの声。見に行きましょう。わかった。リベットタウンまで行って物資を取ってくる。でも一人じゃ危ないわ。おじさんたちだって何日も。あんたも言ったでしょ、ひどい怪我を負った興奮がいるって。今なんで休んでないの？てかまさかやましい。眠れないから散歩していただけ。証拠も。あっそ。待って、ゼル、この人たちなら。実は前の航空事件で負傷者がたくさん出てしまったの。それで君たちも知っての通り、地下の資源は豊富じゃない。そして診療所の医療物資も残りわずか。他の町はここ奥に流浪者が増えたのも劣界が地下にまで広がったのが原因よ。あ、生きるために必要な設備も劣界に飲まれてしまった。興奮しすぎよゼーレ。私もゼーレもこの町で育ったわけじゃないの。北にある工業の町から来たのよ。もともとはそこで、こつまり侵食された町から使えそうな物資を集めればいいってこと。あなたも一緒に来るの？つか待ちなさいよ。許可した覚えは。人命に関わることなら人手が多いに越したことはないと思うけど。ふん、じゃあ
足手まといにならないでよ。じゃあ必要な物資をリストアップしてあげるから待ってて。行き先はリベットタウンよ。まずはそうね、次は医療用、最後は賃、これらがあればひとまず後半と包帯、夕方までには帰って来られるようにしましょう。私たちがここに来てなかったら本当に一人で列海に入るつもりだったの？